Yoshio Kuroiwa was born on January 25, 1932. Having a background as an amateur boxer, he entered the Aikikai Honbu Dojo around 1953, becoming an instructor in 1958. Emphasizing the practicality and effectiveness of Aikido technique, Kuroiwa Sensei has for many years been the chief instructor of the Rikkyo University Aikido Club. He has authored a series of articles on the theory and practice of Aikido published by Aiki News. Kuroiwa Sensei spent 2.5 months instructing in various locations in the United States in 1982. これ、シフナギですね。これだけで棒持ってると、ほら、こういうふうになっちゃうんですよ。いいですか？これがこうなっちゃうんですね。一丁ですね。上に浮かすの。で、これが形としてはこういうふうになるわけ。ね。そうすると、これがね、こうなっちゃって、それからこれがこう来ちゃうわけ。これ立って、今の体勢どういうことだとね、一つの形として、こういうふうにやりますね。こう、ひゅっと。ね。これが形。ね、これを今度はこのものが、ね、ほらこれが当たってるんですよ。上がるとこういう風になっちゃう、ね、で今度は立ててね、このままするとこうでしょ、手がこうなってこういう風になっちゃう、ね、だこれがキッキッと入ってくる、ピュンピュンと入ってくる。でこれがパンチになるとこの部分がピタッと入ってくる、アッパーカットがきつくなる。はい、じゃあこの、はい、こう一丁こういきますね。こういう一丁、あるいは全体してからの一丁ありますね。今度はこれがですね、こういう形になるでしょう。シュッと、それからこう上がって、ほら棒の動き見てください。こうでしょう。それからもう一つ横に全体したでしょう。こうなったでしょう。で立っててね、一番初めはこういうビュッと入っちゃう。これが一丁、ね、それから今度は横に行くとピンチュンジンになります。で、これがダーッ、ここに一丁の裏ですよ、我々稽古してる、ね、今度はこれがこう入る、バーンって、これが、はい、こう持って、ね、それから今度は同じようにチュッとしたら、このまま出てついちゃいます、ね、ついちゃうってことはね、1時間ないからストレートって考え方すればいいんだね。そうするとね、これがこう展開して、はい、こう上がってこう来たものっていうのはね、相手に対してね、これがスッと入ってくる、ね、それからストレートっていうのはこう来たらバンとついてあげればいい。ですからこういう形でこういう認知をこれこれね、我々やってるでしょ。ちょっといいですか、このまま近づくとこうやってるわけ。これがずっと延長するとこういうふうに。もう一回来て、これはこう使う。ダーンとついてくる。例えば我々よく四方投げとかなんかでありますね。四方投げをこう来て、ね。頑張らないと行かなくなっちゃう。ね。そうすると、何もここでね、行かないと相手のことね、村尾さん強いですね、なんて言うことないのね。行かなかったらこんなの横にちょっと崩しちゃう。あと体重も入らないわざになっちゃう。例えば小手返しを取ってきたとか、ね、小手返しで投げたくな、投げたかったら体が入っていけばいいんです、はい、投げる技一挙の手が取って入ってくる。体勢が浮いた、これ空間があるでしょ。この空間に自分の体が入ってくる、そこで投げるんですよ、ね、四方投げ我々やるでしょ。上がりにくかったら体が入って空間をパズルで埋めていけばいいんですよ。体が入って、これがこのまま上がったら潜り込んじゃう。こういうふうに、はい、まあたまたまですね、相手がそばにいたらここのとこ持っていけばいいよ。ふっと